名古屋栄のオアシス21に現れた巨大な氷の塊。氷菓子のシーズンは過ぎたようにも思いますが、大きなノコギリで豪快に削り、のみも使いながら少しずつ整えていくと、美しい形へと姿を変えます。行われていたのは氷彫刻のコンテスト。ホテルや飲食店で働く料理人が2人1組で日頃磨いた技を競いました。使われる氷は高さ1メートルほど。小さく削り分けたパーツをうまくつなぎ合わせて大きな作品に仕上げていきます。制限時間は1時間半。出来上がったのは美しい曲線を描く人魚。鷹が鮭を仕留める躍動感にあふれた狩りの瞬間。こちらはナポレオンフィッシュが人魚に恋をするという作品でしたが、制作中に人魚の彫刻が壊れてしまい、急遽小さな魚を恋の相手にしたアイデア作品です。氷の彫刻が美しさを保てるのはわずか2時間ほど。その儚い美しさに観客からも歓声が上がりました。なんていうんですか、迫力があって、一気になんかドキドキしたというか、すごい初めて見てね、びっくりしたね。すごい全部素敵です。またこの競技会に合わせ、果物の彫刻フルーツカービングの実演も行われ、繊細な手つきで華やかに彫り込んでいく様子に通りかかった人々が見入っていました。